本当何が一番好きかなっていうと、やっぱり僕食べ歩きやっぱ好きなんですね。で、あの、特にね、B 級グルメ見つけるのめちゃくちゃうまいんですよ、僕。600円でこのオムライスむちゃうまいとかね。980円でこれ、あの、カニクリームコロッケにエビフライついて、ハンバーグまでついてるやん、みたいなね。ただし、インスタントじゃなくて、職人さんが手作りでやってるとかね。それを一人じゃなくて、やっぱ社員と行くのが大好きなんですね。だから休みの日もよー、社員とうろうろしてますよ。僕らの業界のいいとこはね、もうこの食べてんのが仕事になるんです。すっごいいいんですよ。コミュニケーション取ってどうしたん、元気ないな、言いながらうまいもん食ってんですよね。で、悩み聞いてんねんけど、お、この鍋うまいな、とかね。あ、この兄ちゃんサービスできるな、と、お、ちょっと待て、これええな、ちょっとメモしとけ、とかね。なったりするんですよね。ですからまあすごい業界的には仕事が遊びであったり、遊びが仕事になったり、すごいいいところですよね。個人的な夢としましては、社長を100人生み出したいなと思うんですよね、最低。やっぱり自分の影響力っていうか、自分が学んできたことをそのまま伝えて、それをやっぱりいい面をですよね、伝えて、やっぱその私自身が味わった良さ、体験をまた次の仲間たち、一緒に仕事して頑張ってる仲間たちに伝えていって、企業を応援したいなっていうのが個人の思いですね。社内に坂本塾の作ってまして、独立希望者を今年から応援する制度を作ってまして、今第1期生で9名いてるんですね。トラウデーブランドをっていうのを、まあ一つ、我々の会社としては一つ持ってますから、それをプレゼントしようかなと思ってるんですけど、一番大事な商売人の心得ですよね。まあ企業家の心得を教えてるんですよね。素晴らしい社長さんはもう自分の社内だけじゃなくて、外の企業家を育ててる社長さんたちもいてますんでね。もうそれはまだ私たちできないんで、まずは足元の仲間たちからしっかり育てようと思ってます。